どうも斉藤紳士でございます。さあ今日はですね、日本のよく、文学賞についてはねお話をするんですけれども、海外のことをもねちょっとお話ししてほしいということなんですけど、まあ僕は正直海外の文学賞というのは、ね、そんなに、詳しくはないんですけれども、まあでもね最近で言いますと、ほらブッカーのね、イギリスのブッカー国際賞とかね、全米図書賞とかいろいろございますのでね、そういうものをちょっと紹介してくれと言われるんですけれども、まあとりあえずまず知ってるやつからいきましょうということで、ノーベル文学賞のことですかね。ノーベル文学賞、知ってるぞと、ある程度はね。で、ボブ・ディランが取ったりとかしてね、ちょっと話題になったりもしましたけれども、ノーベル文学賞、日本人でも2人ね、受賞者実は歴代でいるんですね。そして1人はなんとご存命でございます。はい、まず1人目は川端康成ですよね。1968年に、受賞しております川端康成ですね。はい、そしてもう1人は1994年に大江健三郎さんが受賞しております。この時は覚えてます、僕中学生でしたからね。大江健三郎さんが取ったのがすごいなというふうに思った記憶がございます。はい、でですね、まあ受賞したのはこのお二人なんですけれども、1970年にはですね、石川達夫さん、芥川賞第1回のね受賞者ですよね、とですね伊藤誠さんがなんと候補になっていたということで、そうなんです、候補になることは割とあるんですよ。で、もうぼちぼち日本人取っていいんじゃないのってことなんです、いいんじゃないのってことなんですね。1994年ですから、大江さんが取ったのがもうかれこれ30年ぐらい前ですよね。となりましたらば、もうそろそろ取っていいんじゃないかっていうことで、今日はですね、次のノーベル文学賞を取る日本人をちょっと予想してみようじゃないかということでね。はい、まあでも村上春樹でしょと、ハルキストはいつも言いますよ。もうかれこれ何回候補になって、よくほら向こうの賭けによく使われてますよね、すぐ何かって言ったらその賭けの倍率がどうのこうのとか言われてますけれどもね、そういうふうになる村上春樹さんなんですけれどもですね、ちなみになんですけども2006年にですねフランツ・カフカ賞、そして2009年にですねエルサレム賞を受賞しております。はい、でまあいろんなね騎士団長殺しとかも最近も精力的にこう作品を発表しておりますから、そろそろ撮るんじゃないかなというふうにね、見られております。はい、でもですね実は村上春樹さんだけじゃないんです。ノーベル文学賞に、近いと言われている方はですね他にもいらっしゃいまして、それがですね多和田洋子さん。はい、自慢ではないんですけども、私も多和田洋子さんに、2回作品を読んでいただいております。ああ嬉しいね、そんな多和田洋子さんがですね遣唐使ね、遣唐使面白いですよ、遣唐使読んでください。はい、講談社文庫でありますから。はい、遣唐使でですね全米図書賞の翻訳文学部門というのを受賞をされているということで、今世界的に注目されているんですね、多和田洋子さんね。でドイツにね住まれてたりとか、まあ、ドイツ語で、小説を書いたりもされる、非常にそちらの方にもですね強い方なので、世界的なね名前っていうのもぐんと上がってますから、多和田洋子さんっていうのもノーベル文学賞に近いんではないかと言われております。そしてもう一人いるんですね、それがなんと小川洋子さんの、岡山県の星、朝日高校の星というね、小川洋子さんがですね、2019年にはですね、同じ賞なんですよ、全米図書賞の翻訳文学部門というのを受賞、最終候補に入ったんですね、最終候補に入ったと、で、イギリスのですねブッカー国際賞の最終候補にもなったりとかしてですね、結構注目されているのが小川洋子さんと、非常に楽しみ、誰が取るのかということでね、村上春樹さん、多和田洋子さん、小川洋子さんと今のところ3人近いんじゃないかと言われています。
って、まあ、予想するならですけど、全く根拠も何もないんですけど、まあ、僕的にはまあ、田田陽子さんにとってほしいなというふうに、思っておりますのでね、ノーベル文学賞、毎年いつやってるんだか全くわからないんですけどね、気づくと終わってるっていうね、あ、今年そうだったのみたいな、ことありますけれども、まあ、日本人がね、そろそろ取る頃かなと思いますのでね、ぜひ田田陽子さんに取っていただきたい。もちろん、ハルキさんにも取っていただきたいですけどね、小川陽子さんにも取っていただきたいですけれどもね、日本人受賞者というのはね、近々出るんじゃないかというノーベル文学賞について今日はお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。